ただジャズの中ではこのハーモニカとバイオリンというのは、ジャズ の, あのレコード店とか CD 店に行って探された時にお気づきになった方もいらっしゃると思うんですが、このコーナーがないかあってもその他の楽器というところに置いてあります。ジャズの中では、そういうことで、とてもしかもこの2つが重なってるっていう、一緒にやるっていうのは多分すごく珍しいではないかと思って、